心はウェスタロス。心はウェスタロスではドラマゲームオブスローンズについて好き勝手に話していきます。 YouTube とポッドキャストで配信しています。お送りするのは私キャミーとケンです。お願いします。お願いします。はい、ということで今回はシーズン4エピソード8、放題の方は山と毒蛇ということで、現代は The Mountain and the Viper。 はい、マウンテンとオベリンのことを指す題名になっております。はい、で今回はですね、オープニング映像で新しくモートケイリンという場所が映りましたが、まあ今までセリフとしては出てきたんですが、今回ねドラマの中でもシーンとして初めてねこの北部の要塞である、モートケイリンが映りましたよね。はい、でモートケイリンに関しては、以前の動画でも少し説明してるんですけれども、またね改めてシオンのシーンでさらっとお話ししたいと思います。はい、では最初の場面から入っていきます。モールズタウンです。壁の少し南側に位置するモールズタウンが、ついに壁を越えてきた野人たちに襲われてしまいます。今までのサムのね不安が的中してしまったわけですね。うん、で今回出てきた野人のグループは、ジョンと一緒に壁を越えてきたあのトアマンドやイグリッドたちでしたね。はい、ギフトという場所にあるクイーンズクラウンというあの塔で、ジョンと、まあ、あのブランがねニアミスしましたよね。うんうん、あの時に、まあ、ジョンに、逃げられるわけなんですけれども、その後野人たちはあのオリーという少年が住んでた村を襲って、今ようやくモールズタウンにやってきたという流れだと思うんですけれども、実際このモールズタウンと、まあ、今ジョンたちがいる壁ってどれぐらい離れてるんでしょうね。これね調べたところ、うん、半リーグですね。で1リーグイコール3キロなので、うん、まあ、つまり 1.5 キロ。もうすぐそこじゃないですか。そうですね、まあ、馬だったら速攻で着くんじゃない。じゃあもう次の夜ぐらいじゃないですか。うんうん、普通に歩いてね小1時間で着くぐらい、うん、着くよね。うん、はい、うん、まあ、すぐ着くは着くと思うんですけど、タイミングを見計らってるはずなので、あ、今すぐ襲わない状態ですね。はい、うん、でクラスターの砦を占領してたのナイツウォッチの反乱軍たちを、この間ジョンたちね打ち負かしてましたけど、その時オズリックの丘というところまでマンスたちが来てて、まあ、かがり火が見えたよなんて風に、報告してましたよね。はい、エピソード7だったかな。うん、なので、ま、このまま行くと、ま、距離的にも、今 YouTube の方には地図出してるんですが、マンスたちの軍の野人と、そして、南側にいるトアマンドたちの軍にうまいことをカーソルブラックが挟み撃ちにされてしまうぐらいのねちょうどいいとこにお互いがいますよね。うん、うん、で結局このシーンではですね、まあ、基本的にそこら辺にいたそのモールズタウンの市民、一般市民たちは、虐殺されてしまいます。でその中には、制約を破ってですね、まあ、あの召喚で遊んでいたナイツウォッチ3名、ブラックジャック、ゲッグス、マリーという、人たちも含まれておりましたと。しかしここで触れておきたいのは、まあ、あのイグリッドがですね、ジリとその息子のベイビーサムをあの見逃すってとこじゃないでしょうかね。うん、まあ、ジョン・スノーと出会う前のね以前のイグリッドだったら普通に殺してたかもしれないし、まあ、同じ女性としてね子供を持つ母親とそのね、赤ちゃんを殺すってことはできない心の持ち主だったかもしれないし、どうでしょうね。まあどうなんでしょうね、まあ、自分たちの仲間じゃなければ構わず全員殺していたような人だったような感じはするんですけど、うん、まあ、ジョンと出会って変わったのかもしれないですね。そうですね。そしてその知らせは壁に届きますと。でサムはジリと赤ん坊をあのモールズタウンに避難させたことをまあ悔やんでいましたね。で、ナイツウォッチの一面の5人はですね作戦会議をしているわけなんですが、まあ、上司たちも全然話聞いてくれへんし、そしてマンスの軍隊は10万、そして自分たちナイツウォッチは、102人ということで、まあ、どうやって戦うんやというふうに今意気消沈しておりました。うん、まあ、1000対1の数ですからね。1人が1000人殺さないと単純計算で勝てないってことですよね。そうですね。うん、それにしてもあの相変わらずあの全族のね全族風の BGM は草なんですけど学校かっこいいじゃん。なんかジムとかでね
走ってる時とかに聞いたらどこまでも走れそうじゃないですか。火事とかもはかどりそう、あの曲聴きながら。手切るな。はい、はい、次はミーリーンに入ります。ミーリーンの外で大事件が起きます。なんかありましたっけ。はい、あのグレイワームがですね、他のアンサリードの兵と水浴びをしていると、ミッサンデを含む他の女性たちが裸で入浴しているところを目撃します。そして視線をガンガンに感じ取ったミッサンデはグレイワームが自分を見ていることに気づいてしまいます。中学校のねプールの時間みたいになってますよね、あれ。そうかな。え、あんな感じじゃないんですか、中学生の男子って。いや、知らないです。ちょっと人目を盗んで海面に隠れて、ちょっと遠い記憶なんであんま覚えてないんですけど。あ、ブクブクブクって言って沈んでましたよね。そうですね、あのミッサンデの体を見てしまうのは、まあ、男としてしょうがないとして、あの隠れ方、はい、あれは正しかったんでしょうかね。グレーワームでしょ、うん、しかもちょっと見て見ぬふりしてたじゃないですか。そうね。でミッサンデはあの柳のとこでね、おっぱいだけ隠して、下は布で隠してたんかな。風情がありますよね、あの柳が。そうね、はい、あの後にミッサンデがデナーリスにその話を明かします。で、あの去勢されてるはずのグレイワームが明らかに自分の体に興味を示していたんですよね、うん、あれってそういうことですかみたいなことを相談してたんですけど、まあ、グレイワームはその日のうちにミッサンデーにちゃんと謝罪しました。ちゃんと自分からね謝りに行くのが偉くないですか。あ、そうかな、うん、だしああいう行為をして女性が怖がるのかもしれないってことを分かってるのも、うん、偉いし、そのグレイワームって今まで人生そのものがアンサリードだったから、普通の人が歩むような経験値がないんですよね。だから今ちょっとずつその本当の、ね、人生を学んでるって感じがすごく伝わってきましたね。うん、そうですね、うん、しかももしかしたら今までの人生で親方もしくは他のアンサリードの兵としか喋ることが許されてなくて、うん、こんな感じで異性と触れ合う機会がなかったのかもしれないですね、うん、まあそれはねミッサンデーの方も同じで、彼女もグレイワームのように元奴隷だったので、こうやっての同じ年ぐらいの若い男の子と普通に話すってことができてなかったのかもしれないですね、うん、でまあまだハテナなんですけど、2人の感情は先生と教え子の関係よりも深いってことなのかな、うん、でもこのシーンでそのグレイワームがミッサンデーに対して、まあ、アンサリードの、ね、過去の話とかをしてる流れで、でもアンサリードになったからこそナース出身のミッサンデーに出られることができたなんていう風に、まあ、愛のメッセージを伝えるじゃないですか、はい、でもその言葉ってあのバリリア語とかね向こうの言葉じゃなく、ちゃんとミッサンデーに教わった共通語で伝えてるから、うん、それにすごくさらに愛を感じるというか。確かに。ミッサンデーもあのブクブクってね隠れながら裸を見られてる割にちゃんと起立するじゃないですか。そうね。で蓋を開けば見てもらえて嬉しかったと。あ、見てほしくて立ったんやっていうね。普通あれ立たないじゃないですか、見られたくなかったらね。まあ隠れたくなるよね。そうだから、まあ本当にね思いが通じ合ってる2人なのかなっていう感じするんですけど、うん、まあ、ここで今ミッサンデーとあのグレイワームの距離感について今話したんですが、あのデナーリスとミッサンデーの距離感もすごく近くなってるように感じませんでした？あ、そうねそうね、うんうん、これまでそのミッサンデーっていう、まあ、次女、うんうん、まあ対等の関係ではないよね、うん、彼女がデナーリスの方の髪の毛を編んでたはずなんですけど、今回は逆で、あの使えるべき女王となる人が次女のミサンデの髪を編んでるっていうのは普通ならありえない立場だと思うので、それだけやっぱデナーリスをミサンデのことを信頼して心を開いてるというかね、うん、信頼してるし、うん、まあ、友達という関係でもあるのかな、うん、そうでしょうね、うんうん、はい、あとこのシーンでデナーリスがですね、ドスラック人は裸を恥じたりしないと、で星の下カラザールたちが見ている下で愛を交わすのよっていう風に言ってたんですけど、実際原作の方ではあのカラザールたちみんなで本当にね湖とかでお風呂入ってたりして汗を流してて、そこにねドロゴがやってくるんですよね、デナーリスのとこに。お互い、布は何も身につけてない状態で、そうするとドロゴが、まあ、
勃起してたと。それを見てデナーリスもそういう気になって、みんなが見てる前で裸でやり合うみたいな、うん、そういうシーンもすごいすごいなと思いました。そうですね、まあうん、デナーリスとカルトロゴのセックスはみんなの前でやってる、うん、っていうのは原作なんですけど、はい、まあ、テレビドラマはなかなか難しいよね、それ。さすがにね、うんうん、あとこのシーンで私が一個思ったのは、あのデナーリスがミスサンデーに対して、アンサリードって棒も石ころも両方取るんかなみたいな。はいはいはい、いや分かりませんと。えでも考えたことあるでしょって聞いたら、正直にミスサンデーははいありますと言うんですよね、うん、その後、まあ、グレーワームがミスサンデーに謝りに来るじゃないですか、うん、でそうするとミスサンデーが奴隷になった時のこと覚えてると、虚勢は大変だったわねと、同情するわっていう風に話してるんですけど、えもしかして石と棒ちゃんとあるか探ろうとしてるっていう感じしませんでした？ちょっと探りにかかってませんみたいな。いや、あなたは石と棒どっちが残ってるのみたいな、それともどっちもないのみたいなっていう風にちょっと見えちゃったんですけどね。いやそうなのかな、いやわかんないけどねどうなんでしょう、どうなんでしょうね、どうなんですか。いやわかんないです記述はないんですか。あ、いや、ちなみにあの虚勢の仕方は、うん、記述は原作の方であって、はい、あの地域によって虚勢の仕方が違うらしいです。うーん、ちょっとごめんなさい、あのアスタポーとかアンサリードの場合どうってあんまり覚えてないんですけど。じゃあグレーワームとバリスの虚勢のされ方は違う可能性もあるってことですね、うん、そうそうそう、うんうん、なるほど。そして舞台はモートケーリンに入っていきます。ラムジー・スノーは元シオンであるリークにシオン・グレイ・ジョイの役を演じさせ、モート・ケーリンを占領している黒金人と接するように指示をします。このモート・ケーリンなんですが、まあ、北部にとっては重要な要塞なんですよね。で今は黒金人が占拠していますが、もともとどこの家のものなんですか。はい、あのモート・ケーリンはどこの家のものでもないですね。うーん、あの特定の、まあ、丸々家が所有してるっていうわけではないです、うん、でも一応あの北部のテリトリーなので、例えばロブの軍とかが利用してました。そしてリークはですね、ラムジーに教えられた通り白旗を掲げましてモートケイリンに入場します。名を名乗れと言われるんですけど、なかなか自分の口からシオンと言えなかったようなね、演技が印象的でしたね、はい、で指揮官であるケニングという人物とシオンは面会しまして交渉を持ちかけます。会話の内容をおさらいすると、自分は黒金のプリンスシオン・グレイ・ジョイでボルトン軍の捕虜になっている、兵も少なく海から遠いあなたたちにこの要塞は守れていないのではないかと。ボルトン公の申し出の通り、まあ、モートケイリンを手放して降伏し、まあなたたちの部下を守ることにしたらどうかということですね。そうすればボルトン公は、黒金人を丁重に扱って、まあ、ストーニーショアですね、そこまで全員を安全に、通過させるというふうに言っていました。うん、このストーニーショアってなんか以前出てきましたよね。そうですね、あのシオンが襲ったとこですね。最初あの黒金人って北部のあちこちに散らばっていろんなとこを襲ったじゃないですか、うん、はい、シオンはこのストーニーショアにある漁村を襲ってました。ヤーラはディープウッドモットーとかでしたかね。うん、そうですね、うん、なのでこのストーニーショアを通過するっていうことはもしかしたら危険なことになるかもしれないってこと。いや、まあストーニーショアはあの一番西にあるんですよ。あ、だから、そこまで行けばもう海なので、うん、黒金人の故郷であるパイクの方に戻れると。うん、なるほど、はい、でこの申し出を聞いた指揮官ケニングはですね、まあ、降伏案を、まあ、退けようとするわけですね。しかし、部下に裏切られて殺されてしまうと、あの何ですか、斧をね思いっきり頭に刺されてましたけど、あれって結局どういうことだったんですか。まあ、だからそのケニングとしてはモートケイリンを守りたかった、うん、けどもう明らかに病人が多くてもう、ね、はい、みんなもう食い物もなくて耐えれなそうな状態だった、はい、だから部下たちは早くここを退去して故郷に帰りたかった、うん、そう考えていたんでしょうね、うん、でいい機会だと思って上司であるケニングを殺した。ケニング自身も病気だったんですか。あれ
あ、そうなんじゃない、うん、もうね咳も止まらなそうな感じだったし、はいはい、なんかすごい不衛生でしたよねあそこ自体が。そうですね、うん、でまあこのボルトン公が出したと言われてる降伏状というのはまあもちろん嘘なわけですよね。でラムジー・スノーとかボルトン軍は会場した黒金人の皮を結局あれ全員剥いでしまったってことですかね。そうですね、多分皆殺し、皆殺しだと思います、うん、まあなんといってもここはシオンの演技がね、まあ、毎回すごいんですけど、あの今までリークだったのにこのシオン役を演じてくれと言われてモート・ケイリーに入って、そして本当にシオンとしてあの降伏状を渡すシーンとか、もう歩き方とか入れ立ちが本当にあシオンに戻ったなっていう感じというかね、うん、すごかったですねあれ。そうですね、うん、ただまあその後すぐリークに戻るところも演技が良かったねなんかブツブツ言い出しちゃうんですね、いや僕はやっぱリークやリークやみたいな、うんうんうん、でケニングにえなんかブツブツ言ってんぞみたいな何言ってんねんみたいな、はいはいはい、でケニングがブサって刺されてからリークやみたいなそう ね、 ねすごいニアミスでリークって言い損ねた感じがね良かったんですけどね、はいはい、でその後にですねラムジーは、父ルースに対して、モート・ケイリーを奪取したという報告をするんですけれども、ルースはその褒美としてラムジーを落とし子から嫡出子としてボルトンの名を与えるということでした。はい、ラムジーはスノーからボルトンになったんですよね、うん、まあ落とし子から嫡出子になったわけなんですけど、うん、ここで、まあ、説明を兼ねたゲソクイーズ、おひさですね、はい、落とし子を嫡出子にできる権限を持つ者は、うん、A 王のみ、 B 王および王の手、うん、C 王、王の手、さらには総督、はい、D 特にルールなし、うーん、さてどれでしょうか。なのでこのシーンでラムジーをスノーからボルトンにした人は、うん、このルース本人なのか、それともそれ以上のまあトメンボッチャンか、うん、タウィンかってことですよね、まあ、もしくはルールはないか、うん、誰でもできる、なんか貴族だったらできるとか、なんだ騎士だったらできるとか、はいはいはい、はい、B じゃないですか。 B は王および王の手、はい、ブー、正解はですね A 王のみ、トメンボッチャンがやったのこれ。そうですね、まあ、なのでここでは説明なかったんですけど、あの手紙はトメンバラシオン王からのもののはずですね。あの手紙っていうのはそのなんか嫡出子にしますみたいなことがおそらく書いてあったやつ、はい、まあ、とはいえあのルースがタイウィンに頼んで、トメンは言われた通りに手紙を、まあ、サインしただけかもしれないんですけど、うん、なるほど、まあ、一応差出人はトメン坊ちゃんになってるはずですね、うん、まあ、あのレッドウェディングの時に、まあ、フレイ家およびボルトン家がラニスター家と通じ合ってるってのはなんとなく匂わされてましたから、うん、まあ、タイウィンにお願いしたっていうのは分かりますよね。はい、市役所の人に言ってもダメってことですね。ダメですね、王に言わないと。そう、結構難しいんですね、そう思うとね、ハードルが高いというか。ハードル高いね、うん、なるほどね。だ昔は国が分かれてたじゃないですか、うんうん、まあ、例えば七王国に分かれてたんで、はい、王様が7人いたじゃん、うん、だからもうちょっと軽かったのかな、うん、でも今はウェスタロスの、 あの大きな大陸で一人の王しかいないから、うん、ちょっとハードルは高いかもしれないです、うん、まあ、今までラムジーってまあすごいサイコパスだったんですけど、ただ一つこのスノーコンプレックスをひたすら抱いてましたよね。そうですね、うん、だからこの歪んだ性格のサイコがですね、あのコンプレックスであるこのスノーを離れてボルトンになったっていうのは、まあ、克服したっていうのは、うん、今後ねちょっとやばそうじゃないですか、さらに化けそうというか。うん、まあそうね、それももちろんあるんですけど、一応ルース・ボルトンは息子がいなさそうじゃないですか、うん、はいはい、まあ、まだ出てきてないですよね、うん、だからこのままいけば、まあ、このままっていうのはルースが亡くなり、ルースの息子がいなければラムジー・スノー、改めラムジー・ボルトンがボルトンの長になるかもしれない。うーん、なるほど、はい、
でここでですね、あのやっとあのロックのことを思い出してくれるんですよ、ルースが。あ、言ってたね、そういえばロックどうなったと、はい、そしたらラムジーがいや知らんわって言うんですよねそしたらあ、そっか、まあええわみたいなめっちゃかわいそうですね、ロックちょい役やけどジェイミーの腕を切り落とすぐらいのね、そうだよ、すごくないジェイミーの右腕切ったんだよロック、まあええわ言われてましたけどね、あっちからあっちまで全部北部やぞって、で北部の風にさらされてちょっとねふさふさってあの髪が綿毛みたいになってましたけど、ルース今回いや髪ないですよいやありましたから北部の風にさらされたら髪も生えてきてましたと。あ、そうですか。いうことで、まあここでね実名ともにこのボルトンが北部を手にしたことになると思うんですが、やっぱ北部って相当ねでかいっぽいですね、ルコ王国を合わせたよりも大きいと、うん、なんかなんとなく話聞いてるだけじゃ分かんないんですけど、あの地図を見たらね本当に、うん、あのウェスタロスの半分から上がね北部ですもんね。そうですね、うんうん、でここでラムジーは、まあ、ボルトンという名をもらってすごく嬉しそうだったんですよね。そして、あなたの名前と、伝統を守れるように努力しますとこのお父さんルースに言うんですけど、この伝統ってのはカワハギのことですかね。いやどうなんでしょう、カワハギじゃなくて、まあ、単純に北部を治めるものとしての伝統だと思いました。一応カワハギってのは禁止されてることですから、どうなんでしょうね、うん、あの時やっちゃってますからね、この黒金人に対して。そうですね、ただやってんのはルースじゃなくてラムジーだから、だからラムジーが、伝統は大切じゃんみたいなねことを、うん、あのシオンに言うから、うん、てっきりこの伝統ってのはカワハギのことなんかなって思ってましたけど。あ、まあ確かにそう言われてみたらそうか、ラムジーによる伝統はカワハギ、でも伝統が禁止してることですからね。そうか、まあそういうことでボルトン家の軍は、まあ、リークとともにウィンターフェル城に行くと、はい、やっぱウィンターフェルが拠点なんですね、一応ドレッドフォートがあるとはいえ。そうなんじゃないかな、ウィンターフェルを治めてこそ北部総督っていうか、ただ今ウィンターフェルって廃墟というか一回燃やされてますから、まあリークからしたら一応育った場所ではあるけれども、その廃墟にしたのは自分のせいですからね。そうですね、すごい微妙なね、心のまま戻るんじゃないですか。はい、次はアイリーに入ります。前回のエピソードで妻ライサ・アリンを殺したリトルフィンガーはヨーン・ロイス、アニア・ウェインウッド、ヴァンス・コーブレーら谷間の諸侯から妻の死について問い詰められていました。あれ全員それぞれの諸侯やったってことですか。そうですね、ヨーン・ロイスの手下かと思ってました、あの2人は、おばあちゃんと。いや、ウェインウッド家とコーブレー家っていうのがありまして、あのちなみにねヨーン・ロイスとアニア・ウェインウッド、あの女性の方ですね、は原作でも登場するんですが、バンス・コーブレーはテレビドラマのオリジナルのキャラクター。あのコーブレー家っていうのは存在するんですけど、バンスっていうキャラクターはいないです、で、まあ、この3人の諸侯はですね明らかにリトルフィンガーを軽蔑していて信用してないことを隠していない様子でしたね、で、まあ、気まずい空気の中ライサは月の扉から飛び降りて自殺したとリトルフィンガーは説明するんですが、諸侯らはその主張に懐疑的で証言のためにアレインを呼び出します。アレインね、はい、でその流れでアレインのふりをしているサンサが諸侯の前に連れてこられるわけなんですが、彼女は打ちひしがれた様子を見せて正体を明かします、諸侯の3人は全員びっくりするんですが、中でも特に驚いたのがヨーン・ロイスでしたね、はい、というのもですね、彼はサンサの父ネッドと共に育った中でもあり、その関係からかつてはウィンターフェルを訪れてまして、そこでサンサと会ったことがあるんですよね、ネッドとロバート・バラシオンはあのジョン・アリーの里子を通して幼い頃はこのアイリー城で育ったんでしたよね。そうですね、はい、であのヨン・ロイスっていうのはアイリーの近くに住んでるので、一緒に狩りとかしてたみたいです。なるほど、はい、であのここでですね、サンサはご子息を壁へ送ってた時ロイス公とは面会をしましたと言ってましたけど、このご子息とは
ドラマの冒頭のシーンでホワイトウォーカーに殺されたウェーマー・ロイスのことですね。うん、ヨーン・ロイスも結構このアレインと思ってた時のアレインにすごい高圧的だったじゃないですか。ちゃんと喋れよネズミかお前はみたいなことを言って、うん、結構きついおっさんやなって思ってたんですけど、はい、なんかヨーン・ロイスのその息子、うん、ウェーマー・ロイスもすごいなんか鼻につく貴族だったじゃないですか。そうですね、なんか偉そうにしてたやつですね。なんかロイス家ってそんな感じなんかな。いやどうなんだろう、なんか親も親し子も子やなっていう気がしちゃいましたけどね、このシーン見て、うん、まあ、ロイス家っていうのはかなりの名家だから、うん、プライドはあるかもしれないですね、うん、はい。でまあサンサは正体を明かした上で自分をラニスターから救ってくれたのがリトルフィンガーであり、さらには自分と叔父のピーターとの間の無邪気な瞬間を勘違いしたライスが月の扉から身を投げたというリトルフィンガーの作り話に乗って彼は無実であると諸侯に信じさせます、うん、なのでここでサンサは、リトルフィンガーは、私に、キスした、それは口じゃなくて頬だったと、うん、そしてこの叔父のピーターっていうのはライサを愛していたと、うん、実際にはキャトリンを愛していたと言ってますね。そして、自ら月の扉に身を投げたと言ってたので、まあ、少なくとも3つ嘘をついたということですね。そういうことですね、うん、でこの嘘の証言でね、疑いが晴れた時にあの見せたサンサとリトルフィンガーだけの視線、うんうん、あの目配せがすごい良かったですよね。そうですね、なんかちょっとサンサの覚醒を見た気がしましたね。うん、そうですね、まあ、このエピソードから、まあ、子供から一気に大人になったなっていう感じがするんですけど、うん、今までなんか言われた通りに行動してたじゃないですか、はい、サンサって今回から結構自分の意思、はい、こういう風に動いたらいいんだろうなっていう、はいはい、自分の意思で行動してると感じましたね。本当に自分で考えたことをやったっていう感じでしたよね、はい、うん、でまあうまいこと逃れたリトルフィンガーはロビンが巣立つ時が来たと将校らに説明して彼らも同意してました。ついに卒入の時が来たというわけですね、ロビン坊ちゃん。残念なんか物理的な卒入ですよねあれ物理的な卒入、多分精神的には卒入してないんですけど、まあそんな人いっぱいいると思いますけどね、大人でも。あ物理的にも卒入されたと。そうです、10歳。あれお乳出てたってことでしょ。どういうことなの、ホルモンバランスすごくない。いやちょっとそこら辺詳しくないですけど、10歳まで母乳で育ててたって言ったから、ただ単にその落ち着く道具としておっぱいを触らせてたんじゃなくて、ちゃんとお乳が出てたってことでしょ。うん、だから定期的にやってれば続くのかないやちょっと婦人科の先生に聞いてみようかな。そうね、はい。で後にリトルフィンガーはサンサになぜ嘘をついてくれたのかを問うんですが、もしあなたが処刑されていたら自分がどうなっていたかは誰にもわからないとサンサは説明していました。だからサンサは誰も信用するなというリトルフィンガーの教えを守っているわけであって、彼女がリトルフィンガー本人に完全に忠実であるかはまた別の話ですよね。そうですね、リトルフィンガー自身が誰も信用するなってサンサに教えてるわけですから、はい、それってつまり回り回ってリトルフィンガーはサンサには信用されないかもしれないって可能性が出てきてるってことでしょ。その可能性もあります、うん、はい。でリトルフィンガーはロビンを谷間の巡行に連れ出し、変装のため髪を黒く染めたサンサも同行します、うん、さっきそのリトルフィンガーがサンサの部屋に、まあ、嘘をなんでついたのというふうに問いに行った時、あの時サンサはなんか編み物をしてたんですよね。編み物っていうか裁縫、はい、それはこの時に着てたあの黒い服を作ってたということだと思うんですけどね、まあ、このサンサの衣装なんですけど、なんかねあの女性キャラクターの衣装って結構ねあの政治的なメッセージ込められてるもの多いんですよね、ゲームオブスローンズ、はい、でこれまでサンサが着てた服ってすごく地味めのカラーだったと思うんですけど、まあ、今回黒とはいえすごく力強いあのデザインだったじゃないですか、うん、であの羽がね肩とか上半身に身頃のとこついてたと思うんですけど、あれまあ一見そのアイリー嬢が鳥だから羽つけてるのかなと思ったんですが、実はあの使いガラスをイメージして作ったというふうに衣装の方には書いてました。
で、あの羽は一枚一枚あの衣装デザイナーの、ミシェル・クランプトン本人が一個一個つけて縫ったそうですよ。でその階段を降りてくる時にあのサンサがちょっと手元でなんかいじりながらなんか棒みたいなのいじりながら降りてきたと思うんですけど、はい、あれはニードルらしいです。ニードル、針、はい、裁縫の。へえ。だから多分その衣装を作って自分の力を象徴していくと思うんですよ、これからサンサって。だから、うん、あのまあ、アリアのニードルともかけてるということで、アリアにとってあのニードルは必要なもので、サンサにとってはこの縫い針ってのが彼女の力の象徴みたいな感じで、うん、その縫い針をイメージしたネックレスらしいです。うん、すごいね。でこの衣装についてまだちょっとねあの深く語ろうかなと思うので、それを伏線回収会で言おうかなと思います。うん、なんかこの衣装の解説、はい、結構人気あるみたいで、うん、いろんな方からコメントをいただいてるんですけど、はいはい、この衣装徹底解説みたいな、いや面白いと思う。面白そうですよね。てかあの衣装本が本当に素晴らしくて、日本語訳が出てないのがちょっと残念ですよね。そうね。でも本当にサンサが孵化したというか、うん、生まれ変わったなという感じがしますね。はい、はい、そして舞台はミーリンへ移っていきます。親方たちの遺体を埋葬する作業を見守っていたバリスタンセルミーの元にある手紙が届きます。その手紙の封は王の手のマーク、そして内容は王の赦免状でした。つまりこの手紙の内容はですね、ジョラー・モーモントへ、これまでデナーリスに対する情報をバリスを通じて王都まで送ってくれてありがとう。君は、奴隷を売買した罪で北部から逃げていただろうけど、これに免じて君を許すよ。バイ・ロバート・バラシオン王という内容ですね。そんなポップなやつなんですか。まあでもそういうことでしょ。そうですね、はい。でまあ、実際ね、ジョラーはもともとバリスのスパイで、デナーリスの妊娠が分かった時もですね、クォーホールに行かねばと、シーズン1エピソード3かなと言って情報を打っていましたよね。はいはい、しかしこのシーンでジョラーが言っていたように、この手紙はまあ偽物だということです。でドラゴンと、アンサリード、セカンドサンズを抱えるデナーリスの脅威に、対処しようと、シーズン4エピソード6裁判の回で、まあ、商標議会中にねタイウィン・ラニスターが書いて、バリスの手紙に飛ばせたものをですね、あたかも、時を経て周りに回って、ようやくデナーリスの元へやってきた手紙だと見せかけたということですよね。はい、うん、なのであの時にメイス・タイレルが意気揚々と取った羊皮紙がここに回ってきたということですね。うんうん、すごいじゃんメイス、すごいじゃん。やるじゃんっていう。何もしてないけどね。うん、はい、なのでデナーリスを内側から崩壊させるために、あえてジョラーではなくバリスタンセルミーに手紙が渡るよう、まあ、タイウィンおよびバリスが仕組んだということですよね。そうですね。うん、あのタイウィンってペインは剣よりも強し、はい、という言葉を作ったんじゃないかっていうぐらい手紙の使い方うまいですよね。そうね。あのレッドウェディングもタイウィンの手紙がきっかけの可能性高いですよね。うん、確かにそうですね。うん、はい、で手紙の内容を知ったデナーリスはマジョラーを問いただします。でこの手紙自体は偽物なんですけど、まあ、内容自体がほぼ真実っていうのがすごいややこしくてですね、デナーリスの問いに対してジョラーは、まあ、スパイであったことを正直に認めるということでした。で、まあ、デナーリスにとってこの手紙自体が偽物か本物かっていうのは正直どうでもよくてですね、まあ、実際ジョラーがスパイであったこととそして自分や自分の胎児レーゴに危害が及んだ原因がこの今まで忠実だと思ってたジョラーの密告によるものだったということを知ってですね、もうジョラーを追放するということになってました。うん、で、まあ、打つ手をなくしたジョラーは涙を飲んでミーリンを去っていくと。はい、まあ、そりゃそうですわという感じなんですけどね。うん、辛いんですわこれが。いや辛いね。あの哀愁漂う音楽が大作家じゃないですかジョラ今年。だってこの間だってそうよ、この間だってねダーリオとデナーリスがセックスをしたっていうことを知っちゃったし、うん、その次追放。今までにね免じて処刑じゃなくて追放って辛いでしょ。うん、あの音楽がほら
あれ何の楽器なんでしょうね、あの女子十二楽部が使ってるみたいな音してません？あれバイオリンじゃないでしょ、バイオリンかな。あーちょっとあんまり考えたことないけど、すごい伸びやかな弦の音がしてすごいね心に刺さっちゃうんですけど、確かに何なんだろうね。楽器の音に詳しい方コメントお願いします。はい、次はアイリーに戻ります。アリアとハウンドがアイリー城の麓にあるチミドロの門に到着しました。念のため説明しておくと、アリアのおばにあたるライスアリンが身代金を払ってくれるだろうと信じてアイリーに向かっていたんですけど、そこでですねライサが3日前に死亡したことを知ります。そしてアリアは身内の死を嘆かず、あまりの皮肉に笑い出してしまいました。久々に笑ったんちゃいますアリア。うん、アリアの時ぐらいじゃない、あんな爆笑するアリアは初めてじゃない。でもと本当ここでねアリアとサンサがもうすぐそこ目と鼻の先にいるわけですよね、うん、ただサンサって人が今アイリー城にいるってのは誰も知らないというか、あのちっちゃい会議にいたね、うん、そのヨーン・ロイスぐらいしか知らないからね、あの辺しか。そうですね、みんなアリアインと思ってるから、もうそれが本当惜しすぎというかね、はい、惜しいよねこれ。でもそのポドリックの予想通りちゃんとみんながアイリー城に集結してるっていうのもね、今後なんか起こりそうな予感がしますよね。そうですね、うん、でもちょっとなんつうのかな、冷静に考えてアリアとハウンドは自分たちの正体をそんな簡単に明かして大丈夫なの？いやそれめっちゃ思いました。ですよね、うん、だって、まあ、アリアもハウンドも全国中の人が探してるわけじゃないですか。しかもサンサはサンサで、ベイルにもラニスターの仲間がたくさんいるっていう風に、リトルフィンガーに聞いたからって言ってたじゃないですか。そうですね、だからチミドロの門って、うん、そのアリン家以外の他の諸侯たちが守ってたりするでしょ。そうですよ、やばすぎませんこれ。やばいよ、だから言っちゃいけないんですよ。ねえ、だから彼らを捕まえて売り飛ばそうと考えてる人もいるだろうし、反対にアリアを保護してハウンドを殺すために追っ手が来ることも考えられるし、うん、あるいはアリアがまだ生きてるとか、うん、ハウンドと一緒に行動してるっていう噂が広がってしまいますよね。そうだよね、うん、まあ、アリアは死んだことになってるから信憑性が低くて誰も信用してないっていうのはあるかもしれないんですけど、でも早くホットパイのパン渡さないと腐るんじゃない。いやもう腐ってるわ。ブライアニー大丈夫、食べてない自分で。そこが気になるんですけど、うん、私やったら食べるわ。ちょっと分からんとこからのギザギザってなってるとこから、うん、ねえちぎったらペタッとしたおかみになるんちゃいますか。美味しそうだったよね。いやだいぶうまかったわ。はい、今頃どうなってるんでしょうねパンは、はい、そして舞台はキングズランディングへ入っていきます。ついにティリオンの命を懸けた決闘裁判が始まります。その直前ですねジェイミーが、ティリオンのいる地下牢を訪れまして、いとこであるオーソン・ラニスターという人物について回想するシーンがありました。でこのオーソンのことをまとめると、オーソンは、乳児の時に乳母から頭から落とされてしまったと、昆虫を石で潰す毎日を送っていた人物である。そしてそのオーソンが何のために虫を潰しているのかわからないまま、彼はラバーに蹴られて亡くなったという流れの話だったんですけど、結局ジェイミーは、その謎に関心はなくなったんですけど、謎を理解することに執着し続けたティリオンでさえ、そのオーソンの、謎を明確な理由はわからないまま今に至っているという風なシーンだったんですよね、うん、で結構長く、丁寧に書かれているこの地下牢のシーンなんですけど、うん、結局このオーソンの話って、うん、何なんですかというかどんな意味が込められてたんでしょうねシーン自体に。どう思いますこれ。結構ゲームオブスローンズの中で謎シーンのうちの一つに入るかなと思うんですけど、うん、いやだいぶ謎っすよね。結局あれ何やったんって感じですよね。いやまあなんでこの世界は残酷なんだろうっていう話ですよね。きっとなんで人間はそんなに殺すのが好きなのっていう謎が、まあ、ティリオンもジェイミーの中であって、それは未だに解明できてないと。なんか意味もなく無残に殺されていく人がいっぱいいることの
不思議さというか、そういう世界だなってことを言いたいってこと？そういうことなんじゃない？そういうことでいいんですか？なんかね、このオーソンのシーン、オーソンというかこのジェイミーとティリオンのこのオーソンについての会話のシーンで皆さんどう思ってるのかなってのすごい気になってて、私。そうですね、結構みんな謎のまま終わってることが多いと思うんですけど、うん、なんかねご自身なりの考察なんかがあればぜひコメントに書いてほしいなと思います。お願いします。はい、そしてですね、王との鐘が鳴り、ティリオンは決闘裁判の会場へと送り出されます。前回のエピソードで、代理当主になってやると意気揚々と立候補したオベリン、そして、ティリオンと視聴者ですね、すごく救われた気持ちになったじゃないですか。よっしゃオベリンと、はい、ところでオベリンってほんまに強いんっていう問題が浮上したと思うんですよね、今回ここで。まあまあ今まで戦う姿がなかったですからね。そうですよね、はい、で実際ティリオンはこの自信たっぷりのオベリンがあまりにも軽装でかつ、槍一本しか持ってないじゃないかと、プラス飲んでんのっていうワイン飲んでんのっていうのを見て、まあ、すごい動揺するわけですね。はい、一方でその対戦相手のマウンテンは、鎧を身につけまして、まあ、大きな剣を持って堂々と入場してきていると、はい、うん、今回のエピソードのタイトル The Mountain and Viper なんですけど、前にもちらっと言ったんですがオベリンを通称赤い毒蛇と言われてるくらい伝説的な戦士なんですよね、うん、まあこの戦いを見て分かった通りオベリンは蛇のように素早くて、うん、そして、まあ、今までの戦いでは毒を使って相手を殺してきた、そういうことらしいです。なるほど、まあ、とはいえこのマウンテンの姿を見たオベリンの愛人であるエラリアサンドは若干ね、あいつと戦うのみたいな、うん、ね、若干不安があっておりました。でしかしオベリンは本当にその噂通り、まあ、伝説的といいますか、マウンテンを切りつけまくるという期待以上の動きを見せてくれてましたよね。めっちゃ強かった。はい、ただこのオベリンの目的っていうのはティリオンを救うことでもただ単にマウンテンを殺すことでもなく、自分の姉エリア・マーテルを凌辱し、その子供たちを虐殺したという罪を認めさせること、そして、その命令を出したのはタイウィン・ラニスターであるということを吐かせることなんですよね。はい、であともうほんと一月でも二月でもすればもうカツンちゃうっていうところまで来てるのに、オベリンはですね、マウンテンに真実を吐かせることにひたすら執着してしまいますよね。はい、お前は姉を犯し惨殺し子供たちも殺したというこのワードをひたすら、言い続けるわけですよね。うん、一見やられそうなマウンテンを見てもうサーセイとかタイウィンはすごく不安がってる表情、そしてあともう少しやのになんでとどめを刺さないのかと焦りを見せるティリオンとかジェイミー、そしてまあエラリアの表情が行き交うわけです。うん、まあでもジェイミーは終始なんか嬉しそうでしたよね。意外とやっぱやるやんって感じでしたよね。うん、これ勝てるぞと思ってた。うん、しかし、そこから先に起こったことは一瞬でした。動けないと見せかけていたマウンテンが、歩き回るオベリンの足をすくって、まあ、ワンパンで歯を折りましてですね、目に指を突っ込んで潰しながら、エリアに対する罪そして子どもたちを共に殺したことを、まあ、自白しまして、ついにオベリンの頭蓋骨を潰してしまったんですかね。あれそうかなメロンのようにね、衝撃でしたよはい、というもののマウンテンもやっぱり重傷を負っていたことは間違いなかったようで、彼も地面に倒れ込んでしまいます。うん、で、オベリンの死に対してサーセイは笑みを浮かべまして、そしてティリオンは、魂の抜けたような表情、そしてタイウィンは、神々が裁きを下したというふうに言い、大観衆の前で堂々と自分の息子ティリオンに死刑を宣告し、まあ、ジ・エンドと、いろんな意味でジ・エンドでしたね、うん、はい、もうオベリンは試合に勝って勝負に負けたと言わざるを得なかったんじゃないですか。そうね、試合に勝ってもう試合にも勝ってないけどねうん、あれでね一月しといたらよかったのにと、うん、固執しすぎてしまいましたね。で、まあ、さっき言ったようにただ単にマウンテンを殺すことが目的じゃないから、うん、まあまあまあしょうがないしょうがないくないけどはい、
で原作ではですねティリオンの目線でこのパート書かれてるんでちょっと違った描写になっています。でこの試合というかその決闘裁判の感じとか、まあ、オベリンの殺され方なんかはほぼ一緒なんですけどティリオンはドラマ版のように魂の抜けた表情をしているわけではなく思いっきりさっき食べた朝食をゲロりますおらーってねベーコンとアップルパイとなんとかかんとかって書いてましたねちゃんといやそう確かに、はい、うんはい、そしてドラマ版ではタイウィンがねしっかりめにこの死刑宣告をするわけなんですけど原作ではティリオンは父親の死刑宣告の言葉を決して聞かなかった多分言葉は全く必要なかったのだろうというふうに書いてます。でこれはティリオンがただ単に唖然となってこの死刑宣告が耳に入ってこなかったというよりは、まあ、誰がどう見てもまあ勝敗ついてるわけですからあえてここでねタイウィンが口にする必要がなかったという表現なのかなというふうに思いました。なるほど。加えてティリオンはこういうふうに考えています。俺は自分の命をレッドバイパーの手に委ねたすると彼はそれを落とした遅ればせながら蛇には手がないことを思い出すとティリオンは狂ったように笑い出した。笑っちゃうんだ。そういうことですね。ゲロった後に狂気のように笑い始めると、やべえじゃん蛇手ねえじゃんっていう俺手ねえ蛇に命渡しちまったよっていう。いやそのなんか朝食をゲロるのは、はい、テレビドラマでやったらちょっとなんか笑っちゃうかなっていう。そうね、ちょっとコメディ感出ちゃうけど、はい、あのティリオンが狂ったように笑うところは見たかったかな。ああ見たかったかも、ね、あのピーター・ディンクリッジの演技だったらすごい絵になりそうですけど、はい、そうですね、うん、はい。ということでいかがでしたでしょうか。このチャンネルではコメント欄にてドラマの内容に関する質問やリクエスト感想を大募集しております。解説の中で分かりにくかったところや今回解説しきれなかった箇所についてまた基本的な質問から凝った質問など何でも構いません。一つ注意事項として今回お伝えしたシーズン4エピソード8より先のネタバレは含まないようにだけご配慮をお願いいたします。もちろんハウスオブザドラゴンのネタバレも現金でお願いいたします。ネタバレコメントが OK の伏線回収会も配信してまいりますのでもうしばらくお待ちください。はい、ヤマト毒蛇いかがでしたか。はい、まあめちゃくちゃ面白かったな、うん、あのオベリンが負けた後、まあ、顔を潰された後、はい、愛人のエラリア・サンドがなんかすごい顔するじゃないですか、みたいなやつでしょ、あの ほっぺたに指当てて、そうそうそう、うん、まあ、よくミームとかで使われるやつですけど、はいはいはい、俺もあんな感じになってて最初、ああ絶対勝つと思いましたよね。なんかこんないいキャラがもう死んじゃうなうわーと思ってあそっち、ね、思いませんでした。いやでもオベリンってさ すごいじゃん、まあ、シーズン4から出たわけですけど、うん、まあ、いいキャラだし存在感があるから、うん、なんかずっと前から出てるようなイメージでもある、はいはい、でもそんな彼がたった6か7エピソードだけ、はい、でもういなくなっちゃうのって思って、うん、すごいショックでしたね。なんかリアクション動画を撮りがいがある回ですよねこのシーン。そうね、まあ、レッドウェディングの時と同じでこの回を見終わった後にえちょっと待ってこのドラマ見てる人おらんの他にっていうちょっと待って話したくて仕方ないねんけどえちょっと待って待って待ってって言って LINE の名簿探しておらんわって悲しくなるとこでもありますけどね。うん、誰か見てよっていうここ一緒に語りたいんやけどっていうようなシーンでしたよね。いやちょっとマジでびっくりしました最初見た時はい、これちなみにプチ情報なんですけど、はい、マウンテンを演じてるのビョルンソンさん、はい、彼あの世界一の力持ちらしいんですよ、うん、まあ、そういうあの大会がありまして、うん、実際1位になったんですけどあの人は人の頭蓋骨を潰せるぐらいの握力持ってるらしいです。実際にだから実際にああいう風に目を潰せば頭蓋骨破裂しちゃうらしいですよ。だから剣は必要なく人を殺せるってことでしょ。うん、あーってなってましたもんねオベリンも。なるもう終わったとしか思えへんっていうかもう辛いわあれ、うん、そんなことあんの。いやねなんかさっきまでちょっと調子に乗ってたオベリンが本当に気の毒っていうか、うん、でオベリン普通に戦ったら勝てたのかな。いいだから試合に勝って勝負に負けたんでしょ。試合に勝ってないんだって
両方負けてんだよ。もうもったいなさすぎるよね本当に。そうですね、まあ今彼売れっ子俳優ですから。ああちょうど今ね HBO のラストバス見てまして、はい、すごいあれも面白いんですけど。面白いね、はいはい。まあ話はちょっと変わりますけど、まもなくね壁には野人が来ますから、うん、もう明日でしょ、明日来るでしょあれ。まあまあいつでも明日には来れるでしょ、うん、もうトーマンドたちはあと 1.5 キロのとこまで迫ってますから、うん、一応ジョンとトーマンドってちょっとね友情も芽生え始めてましたし、それより何よりもイグリッドのこときっとジョンってまだ愛してるでしょうからね。はい、うん、彼女と対峙した時の彼は果たしてねナイツウォッチなのかそれともただのジョン・スノーなのか、ね、見どころかなと思うんですけど、やっぱ次回はそれこそ神回じゃないですか。うん、特殊な感じですよね。そうね、うん、カメラワークも私大好きですし、本当にあの回だけ見たらゲースロ欲が、はい、ゲースロ熱が巻き起こるというか、はい、久々にあれを見るとやっぱゲースロ面白いなっていうね、うん、感じの9話ですよね。はい、まあ、ゲームオスローンズといえばエピソード9ですからね、はい、何かが起こるエピソード9ということで次回につなげていきたいと思います。それではまた次回、バラーモルクリス。